んだね。の番だね。オイラの番だね。だってものすごく心配した。
私もまたフローラモンに会えて嬉しい。葵、うん、私もラブラモンと再会できてすっごく嬉しい。うん、よかったな、タクマ。あ、葵さん、さき、二人はここで休んでて、僕…うん、正直助かる。もうクタクタ。ごめんなさい、私も。たくま…任せて。さあ、行こう、アグモン。おう。な、なんだ。いや、これは…誰かが…戦い…じゃあ、味方がいるな。行ってみよう。戦いは終わったのか。タクマ、あいつ見たことのない獣だ。味方なのかな。あいつは。あ、待ってよ、タクマ、ミユキとハルがいるよ。本当に？あいつは気になるけど、今は二人を優先しよう。二人とも、怪我はない？うん、獣が守ってくれたから。獣？誰？レナモン。レナモン？さっき見たのと同じやつかな。そいつを前から知っているの？ううん。そうか。アグモンは？ミオ。ごめん、タクマ。僕。敵か味方かはわからないけど、僕たちを。ガレルモンみたいな感じだね。あいつは敵じゃないか。そうだけど。二人とも歩ける？うん、お姉ちゃんも怪我してないよ。じゃあすぐそこに葵さんとサキがいるから、君たちも一緒にいて。僕は他のみんなを探してくるよ。行こうか、アグモン。おう。
ミノル！おお、タクマか、無事だったんだな。くっ、アグモンも一緒か、それは何よりだ。あ、ファルコモン、危ない！乗った！すまない、アグモン、助かった。すまねえけど、とっとと加勢してくれねえか。さっきまで変な幻見せられてたせいで全然力が入らねえんだ。わかった、今助けるからな。カイト見てみろよ、仲間が戦ってるぜ。見りゃわかる、俺らも行くぞ。ここは俺が行く。力も重ねていて、レディーフレイ。私の番ね。俺が行く。デストラクションドア。
力も重ねていけ。見たか。サンキューな、タクマ。マジ助かったぜ。うむ、感謝する。どういたしまして。ミノルもファルコモンも無事でよかったよ。でも幻って、やっぱりミノルの前にもファルコモンの偽物。そうなんだよ。もうすんげー悪口言ってくるからめっちゃ喧嘩したんだよ。俺の偽物と本気の喧嘩をしているのを見たときはさすがに目を疑ったぞ。そうそう、そこに本物のファルコモンが現れてさ、でも見た目じゃどっちが本物かわかんねえじゃん。なんか喋り方もそっくりだしさ、だから運任せで選んだら当たったんだよな。え？あれは運任せだった。いや、結果オーライっしょ。最初に直感でこっちかもって思った方は偽物だったしな。そんなミノル、ファルコモン。ミノル、そこに座れ。俺があれだけ心配していたというのに。なんだよ急に。当たったんだからいいだろ。おい、タクマ。おカイト、そっちも無事だったんだな。よかった。俺のことはいい。それよりミュウは、ミュウを見てないか。まあずっとこの調子でよ。どうにかしてくれよタクマ。落ち着いてカイト。ミュウなら。お兄ちゃん慌てすぎ。ミュウ、よかった。心配させやがって。もううざい、こっち来ないでよ。ふふ、ミュウだってお兄ちゃんのこと心配してたくせに。してないから。みんな合流できたのね。よかった。あ、葵さんもサキもミユキとハルも無事か。しかしあの幻、ミノルも見たんだな。私もよ。みんなが見たんだと思うわ。マジで最悪だった。何だったのあれ。現実と幻が曖昧になってくみてえだった。頭がおかしくなりそうだったぜ。多分敵の攻撃だと思う。あんな攻撃してくるなんてマジありえないよ。ミュウ、変なもの見せられなかったか。疲れてないか。うちは大丈夫だよ。本当だな、信じていいんだな。しつこい。大丈夫だって。この地下水道もさ、なんかどんどん形が変わってる気がしね。さっきまでなかった通路とかが出てきたり、逆に通路が消えたりしてよ。それもあのガスのせいかな。あんな辛い幻もう見たくないよ。同感だわ。早くこの地下水道を出るか。元凶っつうと、やっぱ歩けに。カンカン、ダメ。どこにいるなら、ここを抜け出すのが一番安全で確実かしら。ちっ、やられっぱなしはムカつくが、確かにそれが一番だな。出口はすぐそこだ。そうと決まれば急いで。ちょっと待って、今全員揃ってる？人数足りなくない？
あの人かなりヤバそうな感じだったよな。なんともないといいけど。早く助けに行かないと。時間が惜しい。みんなで行こう。シュウジさん、返事がないわ。聞こえていないのかしら。ロッタモンの声も聞こえていないみたいね。ならもっと近づいて。シュウジさん大丈夫ですか。うわ、タクマ、よかった、無事に合流できて。シュウジさん、ああ、なんともない。なんでもすっげえ汗かいてるし、顔色も悪いぜ。大丈夫には見えねえ。うるさい。モンスターが僕に近寄らない。怖い。なんだよこいつら。
少し取り乱したけど、そうだ、僕は大丈夫だ。誰も犠牲にせず帰るために頑張るんだ。でも僕は不甲斐ないかもしれないけど、もう大丈夫だ。いや、でも本当にそうか。気にしないでいいよ。だって先輩がいてもいなくてもそんなに変わらねえからさ。そうだよな、僕なんて。あれ、俺もしかしてまずいことした？当たり前でしょ。言っていいことと悪いことの区別がつかないの？場を和ませたかったのはわかるけど、時と場所を考えなくちゃダメよ。ごめんって。あいつもうダメかもな。カイト、気をつけ。ダメってどうにかなるってことか。ああ、まあ具体的にどうなるかはわからねえけどな。あいつ次第だ。俺たちじゃどうしようもねえってことか。なあ、俺らってさ、この世界に詳しいやつ、敵に話を聞きに行くわけじゃん。そうだね。考えてみればさ、話が通じそうなのって悔しいけど、あのアルケニモンってやつしかいなくねえか。ガルルモンのやつはすぐに頭に血が上って凶暴になるしさ。そうなったら仲間の言うことも聞かないし、あのアルケニモンの方がまだ話できるぜ。そうね、知性とでも言えばいいのかしら。話し合うための知性を感じたわ。だが、子供を生贄に捧げる気満々の奴らに何を差し出せばいいんだよ。あいつら、俺たちをただの餌にしか見てない感じだぜ。生贄としか見てない相手だから、僕たちの言葉を聞く気もない。俺はそう思うぜ。だから、力で屈服させるしかねえんだよ。何その不良理論。話くらいすればいいじゃん。そうだそうだ。おいミユ。どうすりゃ。話し合いができるか戦うか、それは僕らは相手のことさえ何も知らないんだから。知ってるだろう、人間の子供を生贄にする連中だ。でも何か事情があるのかもしれないし。事情ってどんな？それはだからってさ、こっちから戦う気満々なのはダメじゃない。それこそ私そう。おいタクマ、こっちの意志がバラバラじゃ。それはねえシュウジ、みんなと。やめろ、近づくなと言って。もうたくさんだ。シュウジさん、どうしたんですか。うるさい。あ、父さん、違う。なあシュウジさん、どうしちゃったの。わかんないけど。あ、やめて。うわ、早っ。一人で行っちゃったよ。ち、協調性乱してんな。どっちだよ。追いかけよう。
僕は一体どお前はアルケにも、みんな敵だ。アルケにも、あらあら、かわいそうに自分がはぐれてしまった。僕がどうにか。そうだ、話し合い。君は知性があるんだろ。僕と話し合わないか。仕方ないわね。よかった。あなたは私たちと戦わないで元の世界に帰りたいのよね。そうだ、僕たちは無事に帰りたい。それだけなんだ。決して君たちを傷つけたかったわけじゃない。そういうことなら、あなたたちを返し、本当か。ただし、あなたには対価を支払ってもらうわ。それくらいはいいでしょ。払ってみせる。どんなものでも。私たちには生贄が必要なの。一人だけ差し出しなさい。一人だけ。シュウジさん。一人だけ。シュウジさん、アルケにも誰もいねえよな。アルケにもいないのに誰と。きっとまた幻を見。目を覚ましてください、シュウジさん。一人誰を。そんなの選べ。おい、どこ行く気だよ。そうだ、僕が犠牲になればいい。それでいいだ。追いかけようぜ。とにかくやべえ気がする。うん、答えろ、アルケニモ。僕が犠牲になる。関心な心がけだけど、でもそれはあなたにそんな度胸も、人並み外れた正義感もない。あなたはただ怖いだけ。そうして責任転嫁したいだけ。そうよ。間違いねえ。あいつはまた幻を見てる。あいつだけ。敵の思うツボってわけかよ。クンクン、これはシュウジはきっとアルケニモの幻を見ているの。どうして。ずっとおかしいと思ってた。あの偽物たち、まるで時間稼ぎみたい。アルケニモンの狙いは初めからシュウジさんだったのよ。アルケニモンは僕らからシュウジさんを引き離してずっと幻を見せていた。僕たちには見えない何かをずっとシュウジさんは見ていたんだ。シュウジ。おい、ロップモンが来た。私たちも急ぎましょう。早くシュウジ。ロップモンが追いかけてるわ。あの子を追えばシュウジに追いつける。違う。僕はみんなを救いたくて。そうすれば父さんに褒めてもらえるんだ。どうかしら。本当に犠牲になるつもりなら、そいつにされるがままに。あなたは役立たずなのよ。なんだお前、守るって言っておいてそんな敵もしないことを言うな。お前がそんな役立たずだから。お前がもっと立派に戦って役に立っていれば、僕がこんな目に遭わ。お前が進化できないから。進化さえすればお前がもっと役に立てば。そうだ、お前が役に立てば敵を倒すこと。敵、
僕を見下す奴をみんな消して、みんなも父さんも兄さんも。僕、なんでだ、なんで僕。面白いものが見られるんだから邪魔しないでね。ざけんな、どかねえってんなら力ずくでどかすぞ。あらあら、相変わらず鼻息荒いんだから。メガシードラモン。うむ、出番か。でかよ。でも私たちみんなで戦えばいけるよね。ええ、もちろんよ。うちだってやるもん。ムカつくけど、死なれたら困るしね。メガシードラモン、殺さない程度に遊んであげて。やれるものならどうぞ。あたしはここで、あんたたちとあそこの坊や二
2つの賞を感染してるわ。みんな全力で倒して急いでシューズさんを助けよう。
早く進化しろ。進化してみせろ。役立たずじゃないところを見せるんだ。やめて、修二。ないよ。苦しいよ。怖いよ。やだよ。痛いのは、苦しいのは、怖いのは僕の方だ。それは全部お前が進化しないせいじゃないか。そうだ、何もかもお前のせいなんだ。お前のせいで僕が役立たずだって言われるんだ。なんだよ、あの黒い霧。わからないけど、とにかく嫌な感じだぞ。ダメだ、ロップも。やればできるじゃないか。姿が変わったぞ。ドラクモン、あいつも進化したのか。あれはウェンディモンか。カイト、離れろ。あれはダメ。多分修二の怒りのせいでロップモンがこのままじゃ危ない。あいつもう誰。あんなに大きな敵を一撃。いいぞいいぞ、僕を見下す敵をみんなやっつけてしまう。どうしてこっちに来る。やめろ、僕だぞ、僕なんだぞ。修二さんが飲み込まれた。嘘でしょ。あの子はもうダメね。それじゃっと。喉が渇いて苦しい。戦うしかない。行くぞみんな。
よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、さあ行こう。おっと、俺の番だな。強くなる約束だ。やるぜ。僕の番だね。俺が行く。デストラクションロア。の番だね。俺が行く。手助けしてやろう。デストラクションだ。どうなってんだ。攻撃が全然効いてない。逆に私たちが追い詰められ、もうやだ。なんでこんなことになってるの。仲間だったじゃん。どうして戦ってるの。たくま、よく聞いて。なんで僕のことを。
修二さんも。僕なんて生きてる甲斐がない。そんなことないわ、あなたはいてよかったのよ。修二さん、そんなことを思っていたの？もし一番年上ってだけで修二さんにリーダーやらせて、逆ずっとこんな風に苦しんでいたんだ。修二さんを苦しめていたのは。タクマ、やろう。僕たちの力で二人を救うんだ。うん、そうだ、そうなんだよな。僕たちの思いを二人へ届けたい。そのためにはもっと力が必要なんだ。タクマの心が、もうまさか。グレイモン、その姿はお前。俺たちならきっと二人に思いを届けられる。さあタクマ、行かせてもらおう。いや、まだ二人は無事かもしれない。まずはロップモンの様子を確認し。見て、またあの霧が。ああ、どんどん濃くなってき。ねえ。あの子を飲み込んでいる。どういうことだ。相手を狙うなんてことができるのか。ちょっと待てよ。
バカ行くな、もう無理だよ。とにかく離れろ、巻き込まれるぞ。嘘、心が壊れていく姿ってとても素敵よ。てめえ、てめえが。そうよ、とても。ふざけんな、返せよ。周知さんとロップマンを返せよ。そんなの無理よ。それにしてもロップマンの顔、人間なんかに関わらなければこんな終わり方しなくて済んだのに。てめえがやったんだろうが。話し合いなんてなしだ。遊んであげてもいいのだけれど、今日はここまでにしておいて。逃げんな。これは葵修二さん。 ありえない。ねえ、なんなのこれ。落ち着こう。無理だよ。ねえ、どうなってんの。ロップモンは修二。見てたならわかるだろ。こんなのってない。お前が言ってたのってこういうことになるってことだった。まさかここまでのことになるなんて思ってなかったぜ。くそ、こうなる兆候はあったんだ。それなのに僕たちはもう犠牲を出さないって言ってたのに。あんたが犠牲になってどうすんだよ。修二さん、しっかりして葵。こんなところで倒れたら危険よ。ありがとう。修二さんはロップマンを信じられなかったのね。それはとても悲しいことだけども、修二さんは言ってたじゃない。僕が、修二さんは必死に私たちを守ろうとしてくれて。修二さんはいつだってそのことを忘れないでいよう。私たち知らない間に修二さんを追い詰めていたのかもしれない。年上だからって頼っていいって思って辛い役目を押し付けて、私たちが一致団結して協力し合っていればきっとこんなこと。葵、気にしすぎよう。そんなんじゃまた疲れてしまうわ。みんな、霧がこっちに来る。嘘。次の狙いは俺らってか。みんな集まって、できるだけ おいおいおい、やばい。どんどん霧が濃くなってく。いや、こうな。ミュウ、どうしたら。君たち、こっちだ。生きてたんだ。心配をかけたようだね。だが今はとにかく急いでくれ。一刻も早くここから逃げなければ。説明したいのは山々だが、すべて後だ。さあ早く。みんな行こう。
うしよう、囲まれてる。奴らに見つかるのも時間の問題だよ。うわこわえ、もう震えてるの？そんなことない。僕は大丈夫だよ、ガブモン。ガブモンはここにいて、僕があいつらを引きつけるから。ダメだよ、危ないよ。そうだね、危ないのは分かってる。でも、僕…あ止められなかった。どうして？決まってる、今の僕じゃ守れないからだ。力がないから何もできなかった。守り返してあげ、僕が弱いから。強くなりたい、もっとずっと強くなって、あの子助けなきゃ。助けに行く。これはなんだ。うわ、これが俺の姿。力がみなぎってくる。これが話に聞く人間との絆の力なのか。いいぞ、これなら俺も戦える。なんだこの光は。俺とお前の絆は嘘だったのか？